演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日はこちら日例食品の洋食屋さん、鶏ガラ仕立ての国産鶏ガラのブイヨン仕立てエビピラフを食べたいと思います。ちゃんと覚えてたと思います。鶏とエビ、なんだか夢のような感じですね。ってわけでもそこまで予想でもない。で、今回もちょっと時間の方が惜しいので、こちらを熱そうに温めてあります。まあ時間ぐらいちゃんとやってしろよって話なんですけどね。まあ美味しそうです。ではエビが目立ちますね。いただきます。鶏の旨味もちゃんとお米に染み込んでる。エビのプリプリとした食感が口の中でちゃんと感じられて、お米にも旨味がしっかり染み込んでいて美味しかったです。これだけの料理が冷凍で本当すごいですね。というわけでこちらの点数をさせていただきました。量もたっぷりで大満足です。それでは3グラス、ロケットなのにまぶいかな。3グラス、ロケットがかけてくる太陽の私の人から。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。